どうも、ワンピースの道徳仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は、週刊少年ジャンプ2023年2号、ワンピース最新話、1069話、万物は望まれてこの世に生まれる、を考察します。この1069話では、こちらの1年前の太陽の神、ニカの考察。ニカとは、願いが叶うバニアンツリーこと、ゴムの木の天然樹脂説。こちらの理論が、もしかしたら的中した可能性が高まってきています。1069話ではニカの秘密が少し明かされています。これを1年間ずっと待ってました。さらに加えて2年前に考えた悪魔の実の正体は人の夢説。こちらの動画は多少の違いがありますが、ほぼ的中しています。僕のくだらない考察方法や考え方が正しかったのか、一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は大いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1069話のスタートはルッチに出会ったルフィ。ルフィが担いでいる気絶したボニーがまたもや桃のようないいお尻。以前考えたように桃の助とボニーは表裏一体。ピンクのお尻とピンクの桃、どちらも年齢が変わる。しかし核はルッチに四皇ルフィには手を出すなという。四皇との戦いはどんな戦いでも戦争につながるため CP0 といえども許可が必要だと言います。しかしルッチはそんなことはお構いなし、ルフィと戦います。これが1069話の話数の語呂合わせ1つ目、テムカウ。テムカウでしょう。テムカウとは逆らって反抗するという意味です。Q をカと読むのは小田先生が設定したカバジの誕生日9月8日カバで、Q をカと呼んでいると考えられるからです。場面は変わって海軍本部の赤犬坂月。なんとキザルが現在すでにエッグヘッドに向かっていると言います。これが1069話の話数の語呂合わせ2つ目、デムク。デムクでしょう。キザル、戦闘丸、クマ、この3人が揃うならそれはシャボンディ諸島と表裏一体となっているでしょう。2年前のシャボンディ諸島では歯が立たなかったルフィたちですが、エッグヘッドでは強くなったルフィが見られそうです。しかし強くなったのはルフィだけじゃない。なんとルッチの猫猫の実モデルレオパルドも覚醒。この覚醒フォルムは黒い炎をまとったニカのよう。これが1069話の話数の語呂合わせ3つ目、トムキャット。トムキャットでしょう。トムキャットとはオス猫という意味で、さらにトムとジェリーのトムの本名でもあります。そして覚醒ルッチは黒猫ですから、黒猫は西洋では魔女の使い魔です。イム様はやはり魔女のイメージか。そして1069話をひっくり返すと961話、黒い黒ずみオロチが初登場。さらに白いイノシシ、山の神が登場。山とは日本語で山、山の神とは山の神、山とは英語で山、太陽の神。白い太陽の神ニカとリンクしています。そんな太陽の神ニカが登場したのはイノシシ1044話。一方その反転話数1069話ではニカを見たベガパンクが現れたのか、白い戦士がと大興奮。白い服を着たルッチが黒に、黒い服を着たルフィが白に。ベガパンクはルフィの変身についてナミたちに尋ねますが、ナミはゴムゴムの力でしょと答えますが、ベガパンクはゴムゴムの実なんてものは古い悪魔の水管には載っておらんのじゃ。その姿は古い文献にしか記されていない神の姿に似ている。それは解放の戦士。この解放というキーワードは1069話とつながると考えた69話でも見られます。69話では太陽のシンボルを持つジンベイがアーロンを牢獄から解放した話でした。僕はてっきり1069話はこの牢獄の話だと考えましたが、その逆、解放の話でした。さらに1069話とつながる169話のタイトルは王国最強の戦士、解放の戦士、太陽の神ニカ。これが1069話の話数の語呂合わせ4つ目、デリング。デリングでしょう。デリングとは北欧神話に登場する夜明けの太陽の光という意味を持つ太陽の神です。さらにベガパンクはニカは歴史から消された名前だが、人が望み続ける限りその存在が消えることがないと言います。そう、ニカの力の源は人々の願い。それこそが太陽の神ニカの真の力なのか。確かに思い起こせばルフィはピンチの時に誰かの願いによって復活をしていました。それこそが約1年前こちらの動画で考えた願いが叶うバニアンツリー、またの名をガジュマル、またの名をモルジブではニカ。
ゴムの木の天然樹脂の原銃だと考えました。こちらです。ニカにはちゃんと伝承があるのです。小田先生完全オリジナルの原銃種ではありません。ニカには紛れもない伝承が存在する。ニカの伝承はあまりにもマイナーなので多くの人が知らないだけです。それはハワイ、モルディブ、インドに伝わる伝承です。人々の実、ニカは人の空想を実現する能力、それは人の夢。覚醒して神になったルフィは人の夢、自由と空想を実現できる。ゴムじゃないのにゴムそのものの性質を持ち、髪の毛がドロッとした後に髪が燃えている。それならばやはり天然ゴムの原料、ゴムの樹液、ラテックスに行き着くでしょう。ゴムの樹液、ラテックスとは油、樹脂、糖を含む不思議な白い乳濁液です。覚醒したルフィの上着はなぜか赤から白になっています。そしてルフィの髪の毛は1043話で液状化した後、次の1044話で燃えていますから、身の名前はニカニカではなく原獣種ニカでしたが、引き続きルフィ油樹脂説は続行します。なぜなら五老星はゴムではないニカはゴムそのものの性質を持っていると言っているからです。ニカとはモルジブの言葉でゴムの木という意味です。しかしニカイコールゴムの木なら、それはゴムの性質ではありません。それはただ木の性質です。ゴムの木から取れる樹液、樹脂だけがゴムそのものの性質を持っています。そして小田先生は SBS でルビーのゴムの性質は天然ゴムだとはっきり答えています。これが証拠です。ルビーのゴムは、天然ゴムは確定しています。モルジブでニカと呼ばれるゴムの木はバニアンツリーとも呼ばれています。バニアンツリーはハワイやインドでは願いが叶う木です。これがニカの神話元ネタでしょう。つまり願いが叶うゴムの木イコールニカはほぼ確定。ゴムの木の神話は願いを叶える、それが能力。さらにバニアンツリー、ゴムの木は沖縄ではガジュマルとも呼ばれています。ガジュマルには火の精霊が宿っていると言います。故に僕は引き続きニカとなったルフィは油を軸とした爆炎技を放つと考えます。それこそが太陽の神ニカの真骨頂。エースとルフィは必ず重なる。ルフィは子供が見ても分かりやすい形で必ず太陽になると考えます。おたま曰くルフィはエースみたいでやんした。さらに太陽の神ニカイコールジョイボーイの仲間であるズニーシャの元ネタはガネーシャでしょう。タイのピンクガネーシャは人の夢を3倍の速度で叶えてくれる象の神だと言います。つまりルフィとズニーシャは人の夢を叶えるつながりがあります。ここまでの話が信じられない人のために、ここで決定的な証拠を提出しましょう。ズニーシャの元ネタ、願いを叶える像、ガネーシャは、願いを叶える木、ゴムの木、ニカと2つセットで信仰されています。ガネーシャとゴムの木はセットです。だからズニーシャの仲間は、ジョイボーイ・ルフィ。この写真の通り、比重関係はない。ゴムの木の原獣ニカルフィ。ニカイコールゴムの木イコールジョイボーイイコールルフィ。ガネーシャとアブラカタブラ、様々な願いが叶うつながりを考えたところで本編に戻りましょう。このようにニカとは願いが叶う木、ゴムの木の樹脂の原獣だと僕は引き続き考えます。ニカが覚醒した1043話の語呂合わせは樹脂の実、ニカが活躍した104巻は樹脂、そしてこの1069話の話数の語呂合わせ5つ目は樹木。樹木でしょう。いやいや、ニカの正体は猿神ハヌマーンでしょう。もちろんそういった声が数多くありましたが、確かにニカが出現したワノ国でルフィはバジュラングガンを放ちました。バジュラングとはインド神話の猿神、自由自在のハヌマーンの別名であり、太陽の神話もちゃんとあります。確かにそれもニカのイメージの一つの正解でしょう。しかしニカイコールハヌマーンならニカではなく他の原獣種と同じように猿神と書くべきでしょう。にもかかわらずニカはニカです。つまりニカの正体や本質は別にあるのかもしれません。まず多くの方が勘違いしてしまうポイントは、ルフィは覚醒したからニカになったわけではありません。ルフィは1話からずっとニカなのです。ゴムゴムの UFO やゴムゴムのシシバズーカ、ゴムゴムのロックガンやゴムゴムのエレファントガンを放っていた時もずっとニカ。 UFO や獅子、会長やゾウ、それもニカ。つまりゴムゴムのバジュラングガンは技の一つに過ぎないのではないでしょうか。現にこの1069話でルフィはニカ状態で、
ゴムゴムのモグラピストルを放っていますが、ニカイコールモグラではありません。ニカの正体本質は五老星も、そして八巻 SBS で小田先生も言ってるように天然ゴムそのものですから、ゴムの木の天然樹脂、白いラテックス、ゴムの幻獣であり、それは願いが叶う木バニアンツリーの幻獣だと考えます。そんなバニアンの語呂合わせはバニアン。828は麦わらのルフィ、ヒーローの帽子、ヒーローにはなりたくないヒーローのニカ、飯を大事にするメシア、救世主。メシアとはヘブライ語で聖なる油を注がれたもの、願いが叶う木の神。ニカは人の望みによって存在する。そんなルフィの衝撃的な秘密を知った麦わらの一味は驚きます。これが1069話の話数の語呂合わせ6つ目、ゼロを前につけて驚き。驚きでしょう。驚きでショックを受ける麦わらの一味。この1069話の語呂合わせ驚きはショック。ショックの語呂合わせ409話とつながっています。409話のルフィとルッチの戦いをよーく見てください。1069話のルフィとルッチの戦いの構図と全く同じです。さらにベガバンクはそうしたニカの性質は悪魔の実でも同じだと言います。悪魔の実とは、ああなれたらいいな、こうなれたらいいな、それは誰かが望む願い、人類が願った未来こそが能力だという、物理学者ウィリー・ガロン曰く、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である。とにかく悪魔の実の正体とは人の夢。この悪魔の実、人の夢説は2年前このように考えました。こちらです。僕が考える悪魔の実の正体、それは人の夢です。わけがわかりませんよね。順番に考えていきましょう。本編で人の夢を発した人物はジャヤの黒ひげです。それは225話、人の夢、話数の語呂合わせは実現。実現でしょうか。実現、人の夢です。225話、人の夢の扉絵に注目してください。ここではタコの魚人ハッちゃんがヤシの木一本の無人島でタコ焼き屋になる夢を見ています。以前も古代兵器プルトンの考察で考えましたが、タコは西洋では悪魔と呼ばれています。つまりタコ焼きとはタコという悪魔が入っている実です。タコ焼きは悪魔の実のイメージ、それは人の夢でできている。するとヤシの木は一つなぎの大砲のイメージ、無人島はラフテルのイメージでしょう。これらのことから225話、人の夢は悪魔の実の伏線回と僕は考えます。やはりタコ焼きイコール悪魔の実となると、黒ひげの能力者狩りとはある意味で人の夢を買っている、人の夢を食っている。僕は過去に黒ひげの正体はベヒモスだと考えましたが、黒ひげが夢を食べるならその正体とは、コメント欄でも何人かの方が考えていた中国の幻獣バク。バクとは悪夢を食べる妖怪です。夢を具現化して食えるバクの能力があるなら、悪魔の実人の夢を複数所持できる。それはバクバクの実で人間を合体させていたワポルがヒントキャラでしょうか。黒ひげが初めて語られたのはドラム王国ですから、黒ひげバク説は大いに可能性があるでしょう。ただしバクは悪夢を食べてくれる幻獣です。そこだけが黒ひげのイメージとは違いますが、どうなんでしょうか。そんな悪魔の実が海から嫌われる理由は、人々の願いがあまりにも不自然であるため、自然の母海に嫌われると言います。それはもちろん泳げなくなる罰、自然に背いた不自然な悪魔の実の存在。これも語呂合わせ驚き、手向かう樹木。さらに1069話の話数の語呂合わせ7つ目、テリング。テリングでしょう。テリングとは秘密などを明らかにすること、特に出生に関する秘密のことですから、1069話ではニカの秘密と悪魔の実の秘密が明かされました。その理由はやや強引ですが、なんとなく理解できました。となると人の夢が入った悪魔の実が実る樹木が存在している。それこそが2年前に考えた一つな義の大砲、幼樹イブ。天竜人たちは人の夢を独占している。マリージョアより前に存在していた神の国が語られた1023話の扉絵には樹木が描かれていましたし、1023話のタイトル、ウリ2つのウリとは悪魔の実を想起させます。話を本編に戻しましょう。再び激突したルフィ VS ルッチ、そこへ巨大な子供セラフィムを3体連れて戦闘丸が登場。
どうやら戦闘丸はメガパンクに恩があるらしく、政府に逆らって CP0 と戦うことを躊躇しています。これも語呂合わせて向かうでしょう。ここで核はエスビアに命令をしますが、どうやらセラフィムに埋め込まれた異元チップには命令を聞く序列があり、五老星が最高権力者で、次にサテライトを含むベガパンク、次に戦闘丸、次に CP0 といった序列になっているようです。そんな異元チップはデンデン虫、音声では効き目がありません。おそらく生体認証でのみ発動するのでしょう。512話でパシフィスタはゾロを生体認証していました。そんなセラフィム、自分のクローンエスシャークを見たジンベイは驚きの表情。ここでルフィと戦闘丸が仲良く話していると、いきなりルッチが主眼で戦闘丸を攻撃。司令塔である戦闘丸を倒せば、セラフィムの指揮系統は自動的に CP0 の手に渡ります。これが1069話の話数の語呂合わせ8つ目、ゼロを前につけてオートロック。オートロックでしょう。オートロックとは日本だけの和製英語で、カードや暗証番号などを認証によってドアを自動的に開閉できるシステムです。つまりセラフィムたちは自由がない奴隷、一方ルフィは自由自在の解放の戦士。ルフィは今後セラフィムたちをも解放するのでしょうか。以上です。ちなみに1069話の扉絵では、ベガパンクがいた科学チームマッツに資金を提供していたのは闇金王服の神ルフェルドだと明かされています。ルフェルドは871話で玉手箱に目がくらんで CP0 ステューシーにやられていましたから、次号あたりにはこことつながって本編でステューシーに何か動きがあるかもしれません。続いてはいつものように次号1070話の展開を話数の理論から考えていきましょう。まずは1070話とつながる70話と170話を考えましょう。70話ではウソップがアーロンの拠点に到着していますから、1070話ではキザルやバーソロミュークマがエッグヘッドに到着しそうです。そんな70話の語呂合わせは縄。縄でゾロが縛られています。縄というキーワードが1070話で使われるかもしれません。次に170話ではビビがミスターゼロことクロコダイルに挑みます。170話の話数の語呂合わせはイナレ。イナレとはどこかへ出て行けという意味です。続いては1070話の反転話数も考えましょう。1070話をひっくり返すと701話。701話でもルフィたちがドレスローザに到着しています。そこではドレスローザのおもちゃたちと出会いました。この中央のおもちゃは頭にネジがついており、これは頭にネジがついているピタゴラスと似ています。これらのつながりを考えると、1070話のキーワードは縄、到着、出ていけ、おもちゃでしょうか。おもちゃとリンクするのは人造人間セラフィムたちか、もしくはピタゴラスを含むベガパンクのサテライトたちが次の動きを見せるのか。そんな1070話の話数の語呂合わせ予想、一つ目はドナレ。ドナレというのはどうでしょうか。エッグヘッドの戦いにおいて誰かがドナるのかもしれません。1070話の話数の語呂合わせ予想、二つ目はジナリ。ジナリというのはどうでしょうか。エッグヘッド全体がジナリを上げそうです。また黒ひげの戦いが描かれるなら、グラグラの実による地鳴りの可能性もあります。1070話の話数の語呂合わせ予想、3つ目は人の鳴り。人の鳴りというのはどうでしょうか。ニカルフィもしくはロブルッチがもしかしたら変形するかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。